ある晴れた日、僕は一人の老人に伴われてふらりと町へ出た。小嶋さん。老人はラーメン歴40年、これから僕にラーメンの正しい食べ方を伝授してくれるのだという。おちちち。先生、最初はスープからでしょうか、それとも麺からでしょうか。最初はまずラーメンをよく見ます。はい。丼ぶりの全容をラーメンの湯気を吸い込みながらしみじみ鑑賞してください。スープの表面にキラキラと浮かぶ無数の油の玉、油に濡れて光るシナチク、早くもゴロゴロと湿り始めた海苔、浮きつ沈みつしている輪切りのネギたち、そして何よりもこれらの具の主役でありながらしっそりと控えめにその身を沈めている三枚の焼き豚。さて、ではまず箸の先でですね、ラーメンの表面を鳴らすというか撫でるというか、そういう動作をしてください。これはどういう意味でしょう。ラーメンに対する愛情の表現です。はあ。次に箸の先を焼き豚の方に向けてください。はあ、いきなり焼き豚から食べるわけですか。いやいや、この段階では触るだけです。箸の先で焼き豚を愛おしむようにつつき、おもむろにつまみ上げ、丼右上方の位置に沈ませ加減に安置するのです。そしてこれが大切なところですが、この時心の中でわびるがごとくつぶやいてほしいのです。あとでねと。何があとでねだよ。ちくしょう、ひどい本だな。こっちまでラーメン食いたくなってきちゃったよ。まあ我慢しろ、あと2時間で着くじゃねえか。仕事終わってからゆっくり食いに行こうや。そう。それより続きを見な。さて、それではいよいよ麺から食べ始めます。あ、この時ですね、麺をすすりつつも目はあくまでもしっかりと右上方の焼き豚に注いでおいてください。はい。これも愛情のこもった視線を。やがて老人はシナチクを一本甲冑に投じてしばし味わい、それを飲み込むと今度は麺を一口、そしてその麺がまだ甲冑にあるうちにまたシナチクを一本甲冑に投ずる。ここで初めて老人はスープをすすった。立て続けに合計3回。それからおもむろに体を起こし、とため息をついた後、意を決したかのごとく一枚目の焼き豚をつまみ上げ、丼の内壁にトーントーンと軽く叩きつけた。先生、今の動作の意味は。何、おつゆを来ただけです。おい、止まるぞ。どうしたんですか。お前がバカな本読むから俺まで腹減っちゃったらねえか。店の感じから言うと、ナルトとノリの入ったあれだね。そう、醤油味でな。そう、砂糖一つね。